はいどうも、北野市のフレット、はるくんです。もう見たらわかるんですけど、僕ら今、北海道帰ってきております。でも早速、今日はある縛りをしたいと思います、まだ家帰ってないんだけど。そう、帰ってないんですけど、家帰らせて行った。今札幌にいるんですけど、今から僕ら体育館に帰るわけですよ、はい、で、その距離が100キロぐらいあるんですけど、 そうですね、その100キロの間で運転してて、ラーメンを見つけちゃったら、もう絶対そこに入って一杯食べなきゃいけないっていう、そういう生活にしようかなと。いや、きつい。だから大食い生活ですね。大食い生活だね、今回は。はい、一応制限時間24時間で、まあそんなかかんないと思うんですけど、一応ね、設定的には24時間です。確かに、めちゃくちゃラーメンあったら超えちゃう可能性もあるからね。100キロなんで、北海道なんで、発車はまあ2時間ちょいで着くのかな、2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかな、多分。というわけで、北海道ラーメン100キロ大食い生活やっていきましょう。今めちゃくちゃお腹空いてんのよ。今は一番いい。今本当に。さっきやったら8杯食えるって言ってた。いやでもまずファーストラーメン大事。そうだね。最初山岡屋だけは勘弁してほしい。いきなり山ってやめてほしい。山はダメだよ。基本的にパイ。さあ行こうか。もうありそうな感じ。俺は目背けれないぜ。言っとくけど。あ、じゃあ札幌駅方面行かないのかな。あ、でもそっち方面ではあるよね。札幌駅方面行ったらやばいって。本当に。あ、ない。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 ないよね。ないよね。ないね。ないね。ないね。でも全然ラーメン屋に当たんなくて、もうついちゃうって可能性もありますからね。もうそれは本当に、本当にガチで行くんで、ガチンコで。道次第だから、それは。あ、やばいな。やばいな。立て続けにいろんな店出てきたもん。あ、きょうちゃん。きょうちゃんの。きょうちゃん。きょうちゃん。うさみね。うさみね。北海道マジ多いよな。あ、あ、え、あ、見てしまった。あ、やばい、待って。一発目それ違うやん。おい、山岡屋目合わせんなよ。もういや、美味しいのよ。最初はグッジャケほっいいなありがとうございます。行かせていただきます。え、だから協力なんで。え、そうだよね。協力なんで。そうだよね、協力だよね。到着しました。脂たっぷりだな。うまっ。おかえり。ああ、ふぅ、おなか、おなかいっぱい。え、美味しかった。むちゃくちゃうめえ。むちゃくちゃうめえ。あれでもきついね。ああいうさ、ちょっとな、でかいスーパーマーケット下にさ、他のお店も書いてんじゃん。でもラーメン屋って結構ドカーンってこうあるんだよね。ね、え、あの神奈川の何何何極みってやつは鶴葉の下の下の下。お前、麺匠って書いてない。麺匠。おい、お前、み、お前、見るなよ。え、あ、ラーメン屋だ。ラーメン屋だ、ラーメン屋だ。あれ？これ開いてないんじゃない？あ、閉まってない？閉まってる。なんて書いてる？よし、あ、準備中です。おーセーフ。これは仕方ないわ。うわ、でも美味しそうだぞ。え、これでも美味しそうだったね。チャーシュー生まれ変わりましたと思う。うん。北海道、道広いんだよね、マジで。高速じゃないですからね。確かに。なんもないでしょ。なんもないのよ。それこっち全部左車線ってこと。ここはちなみにエベツってところですね。はい。分かったけど。おしゃれな家だ。うわ、ラーメン。やばい。あ、やばい。うわ、あ、曲がる先にある。めっちゃ風になびかれてる。ラーメンあった。最初はグッジャケほっもうなんでいいって本当にまずゼロ配置あるぞ、このままと。よし、じゃあ2杯目いただきます。うまそう。いや、すっごいいい香りする。フルクルティって感じじゃない。そうだろうね。あ、うまっ。マジで美味しい。
おいしい。まあでもこれが北海道なんだよね、マジで。いやーまあ、ビバイ、砂川、嫌味沢だな。やばそうなのは。ね。いや、嫌味沢マジ怖い。だってもうそろそろ嫌味沢来るよね。はい。岩見沢です。着いちゃいました。来ましたね。ですね、25キロ以上走って、ラーメン屋とは出会えずで、もう逆になんか探してたもんね、俺そう、ラーメン探しのためになってたもんないなっつって。およそ1キロ先、あ、待って、あ、これラーメン、ラーメン、ラーメン、左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 、え、旗ある、あるある、がっつりある、おお。開いてるかな。あ、開いてるわ。おお、久しぶりです。久しぶりに見たわ。久しぶり。最初はグッジャケン。ほっ、まあ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 、さすがにほっとしております。おかしいもんね、そろそろ。ちょっとご覧になってください。ごちそうさまでした。お疲れ様です。どうでした？なんまらうまい。おぉ、うまかった？そう、味噌ベースなんだよ。味噌がね、一番人気らしくて。あ、いいね。焙煎味噌。本当に。さすが。濃い味噌。に、生姜もね、はいはい、なんかいい感じマッチして。うん。めちゃくちゃ美味しい。で、超縮れ麺なんですよ。まあ、満足です、もう。ん？いやいや、違う違う。満足。まだまだ続くから。めっちゃ満足。まだまだ続く。最初はグッジャケン。わあ、嬉しいなー。心の声出すぎ。嬉しいなあ。うまい。俺頭おかしいんじゃない確かにね。はい、4件目 ETC カードを入れてくださいでした。はい、5球目でしたんですけど、5件目投入しました。もうちょっと待てよ。はい、ラーメン3鉢食べました。ペース早いよ。最初はグッジャンケンホッ待って、本当に待ってなんかもう申し訳なくなってきた、ちょっと。はい、じゃあペルス3枚いただきます。はい。いや、追い上げてきたね。来ましたね、抜かされました一瞬で。もう20キロぐらいで抜かされたな。うわ、超うまそう。めっちゃいい。うわ、うまそうに食うな。28キロ何もないっていうのがなんかちょっと北海道の映画キャンみたいになりますけどね。確かに俺あってほしいよ、そういう意味を込めてね。だ、東京28キロ走ってみ、何でもあるぞ。2000件ぐらいあるよ多分な本当に。いやー、ちょっと怖いぞ。札幌ドラッグストアがあるとか怖いぞ確かにね。三八とかありそう。この両脇に三八があるっていうのは滝川ではない、当たり前のことだから。あ、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 蕎麦屋だ。あ、危ねー。お前キョロキョロすんなよ。いや、キョロキョロしなきゃ。山岡だけは見るよ絶対。
雨やばいな。やばいね、急に。どうした砂川よ。あっ、ちょっと待って。いや、右車線側に。おい待って、あれラーメンの前、こんなデカデカとあるもん。せーの、最初はグーじゃんけんほっ。いや、じゃんけんすごいね。じゃ、いや、いいな、別にいい、この企画でいいんだけどさ、山岡君2位はおかしいや。別にいろんなラーメン屋あったじゃん、今まで2位って。行ってしまいました、はるくんが2回目の山岡屋に。うわぁ、すげえなあいつ。終わり。出る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 。え、食べた？完食しました。結構長かった。これはもうね、なんて言ったらいいんだろう。いやでもこれよく言うとね、670円でこれだけ満腹になれるような食べ物すごいですよ。温泉案内を終了します。ということで滝川駅に到着いたしました。長かった。いや本来2時間ぐらいで帰ってこれるんですけど、なんなら高速使ったら1時間半ぐらい。そうだよね。で、まあ札幌から滝川に帰ってこれるんですけど、うん、7時間ぐらいですか。おお、結構使った。いや北海道なんでどっちかというとね、道がやっぱ長くて、もう本当にずっと走ってる感じなんで。そうだよね。なんかあ、もっとあると思ったんだけど、ね、でも全然もっとあると思ってた、うん、結局、3倍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 だから6件ですよ、100キロで。ほんと5ぐらいは構えてたよね、お互い。5以上行くと思ってたね。まあ引き続きね、北海道楽しみながら撮影していきたいと思いますので、皆さん動画楽しみにしてください。じゃあ本日お邪魔したラーメン屋さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。美味しかったです。山岡さんで今回左方向なんで、ほら。あ、マジ？うん。え、これ動画が完全に左方向。あれは？で、あれは右方向。完全に。あれは違うのよ。危ねえ。山岡さんごめんなさい、本当に。